もうこの政治家のやってることっていうのが裏金でしょさっきも名前が出てたけどね、坪市さなえさん。彼女こそ本物の保守思想だって、なきゃあるかと。坪市さなえって言ったらそもそもこいつが裏金やってたんですよ、党の本人が。で、杉田金脈さん。杉田金脈だってあれ裏金やってたんですよ。ほんで、500万円以下のね、裏金に関しては自民党は処分しないってなったわけですね。お前らバカかよというですね、裏金っていうのはね、 一言で言えば脱税です。脱税やった人間が保守をね、語るとおかしいでしょっていう。で、保守を気取ってるね、人間も、その自分の応援演説にね、デブ夫人なんか呼んでですね。で、そのデブ夫人っていうのが、金城陛下がですね、皇太子時代に配流運動をやってるんですね。皇太子から降りろって言ってやってるわけですよ。そんな人間をつけるのかいと、応援演説にね。で、デブがこれ実際にやってるんですよ。 んで、このデブが北朝鮮との関係でね、日本人の拉致被害者の家族はね、拉致被害者のことを諦めろって言ってるわけですよね。ナめとんのかち話なんですよ。さらに言うとは、統一協会との関係も、まあ、というか本人がそもそも統一協会との関係がね、こう取り沙汰されてるんですけどね、世界日報っていうね、統一協会の機関誌があるんですよ。その世界日報の今年の1月1日の表紙があんた、玉も上敏夫ですよ。 で、それ以外にもですね、2回だから、これまで2回ね、この表紙を飾ってるのが玉も上敏夫で、この世界日報の表紙飾ってるんですけどもね、うん。で、桜谷がね、言いましたけれども、世界日報に出るんだったらね、そこで言ってやればいいだけの話なんですね。統一協会なんていうね、朝鮮邪教ね、私は絶対許しませんと。私はこれをね、潰すためにですね、全力で、全力でね、望みますって言うんだったらまだわかるんです。